はい、ロレックスのデイトジャストですけれども、まあ、前回6605っていうモデルをやりまして、まあ、正直15系をやるかどうか迷ったんですけれども、まあ、あそこで一回止めといて15系でやりたかったんですけれども、まあ、それでも、まあ、脳がないというかやっぱり15系までいかないとですね、まあ、リファレンスで言うと1601ですよね。ここまで行かないとデートジャストの、まあ、手をなさないというか、一番デートジャストらしいデートジャストなもんで、まあ、ここまで、まあ、行きますよね、とりあえず。で、これはですね、1601、リファレンスで行くと1601ですね。そして、これもやっぱり金無垢モデルですね。18金無垢モデル、イエローゴールドですけれども、18金無垢モデルです。ブラックダイヤル、黒文字盤ですね。買うかな。オリジナルの、ブラックダイヤル。光沢のある方ですね。で、まあ、リューズはですね、もうここまで来ると、王冠のマークのアンダーバーになりますね。もうみんなまあそうですけれども、アンダーバーですね。で、ラグは、あれですね、穴なしになりますね。まあ、この前のモデルも、まあちょっといろいろ穴あり穴なしとかちょっとあったんで、本当はこうやるべきだったんですけれども、まあ、とりあえず一つ言うと、6075ですね、セカンドに当たるモデルです。あれは片っぽに穴が開いてて、片っぽに穴が開いてない、モデルになってましたね。そっから多分穴開いてないと思うんですけれども、まあロレックスは結構こう、穴が開いてるモデルと開いてないモデルとあったりして、その年代によっても違うんで、結構これ面白いんですけれども、やり出すと。ごめんなさい、それやりませんでした。でもここからは裏蓋ですね。このちょっと台形型の裏蓋になりますね。だいぶこう、機械も薄くなってきたっていうことと、まあ、ローターの当たることもなくなってきた。精度的に良くなったんでしょうね、ローターの。で、この形からは台形型のごくごく、70年代、60年代、70年代に代表されるような、この裏蓋の形状になってますね。ベゼルも、フルテッドベゼル、ギザギザベゼルですね、になってますね。あんまりあれが合わないですね、ピンが。すいません。こんな感じですね。もちろん、風防はプラ風防です。まあ、当然です。